秋田ビジョンプラス。チェス。秋田水増芸人2代目チェスの長谷川です。若松です。日本で最初の世界自然遺産に登録された藤里町の白神山地に来ました。今日は白神自然アドバイザーの斉藤さんにガイドをしていただきます。斉藤さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。いやしかし緑が綺麗ですね。あ、そうですね。ここはね、駒ヶ岳の登山口になりますけど、世界遺産地域からちょっと外れてますけど、白神山地がね、全部展望できるいい山ですよ。でもう少し行くとね、はい、今原生林のブナの中へ入ってきますから、はい、楽しみですね、はい、じゃあ早速案内してください。はい、どういう関係。クマがね、はいはい、ブナの実を食べるためにね、はいはい、登った跡があるんですよ。クマが、はい、あ、これ爪跡、爪跡、はい、ありますね。ずっとね、はい、あ、上まで、ちょうど小道みたいになってますね、なんか。そうね、すごい、若い木がこうかぶってね。ブナの赤ちゃんがおりましたから。ブナの赤ちゃん、赤ちゃん、はい、これが頑張って頑張って、うん、こういうブナに、まあ200年近いかな。200年、うん、近いかな。ここ空が明るくなったね。あ、そうですね、確かに開いてますね、空見えます、はい、ね、大きい木が倒れてね、はい、空間できました、はい、そしてその子供たちが、はい、今今度太陽の光をもらってね、今度俺の番だっていうので、はいはいはい、こっから今成長が始まってる。低い木々が光を浴びるんですね。そう、この繰り返しがね、はい、森を作っていくんですよ。いや、白神山地の自然について学びました。あ、そうですか。ブナが圧倒的に多いですからね、はい、白神の森はそのブナたちのね、はい、活動生き方でね、はい、この森を形成してきました、うん、我々はいろんな恩恵を受けたわけですよ。あ、いや本当に勉強になります、最後に斉藤さんの今後のビジョンを聞かせてもらえますか。はい、森は大きい生き物ですよね。我々はずっと恩恵を受けてきましたからね、もっと森と語らい話し合い、森のことをよく知って、はい、共存共栄したいなと思います、はい、現在岳台自然観察教育林方向へのアクセス道路は通行止めとなってますが、この藤里駒ヶ岳なのでトレッキングなどを企画中とのことで、たくさんの方々に参加していただきたいですね。はい、ぜひとも参加してください、はい、私たちも入山マナーを守って安全に森と親しみたいと思います。斉藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。県立図書館で8月17日まで特別展示縄文前期の世界を開催しています。大館市の池内遺跡から出土した土器、石器、石製品などを展示して縄文時代前期の人々の暮らしを紹介しています。ぜひご覧ください。夏は曇っていても車内の温度はすぐに上がり、子どもは脱水症状になります。子供を車内に残したまま車から離れるのは絶対にやめましょう。また子供が車内に置かれているのを見たら店員などに知らせるか110番通報をお願いします。私の秋田ビジョン、元気な子供を産みたい。